内疆図内疆図は内胆術の修練過程を象徴的体として表現した図である。内胆術の修練を補助するために作られたと考えられるこの図は一見して山のように見えるが人体のようにも見えるものであり複合した図像は大小宇宙の折り重なった生命という天地自然の複合した要素から成り立つ。北京。 白雲館所像のこの図の上部には千山の峰々が描かれ山中から水がふもとへ流れ落ちる構図は山水画のようではあるが座する体の側面図でもある頭にある旧峰山は脳であり上丹田は両目の間つまり眉間の後方にある中丹田は心臓近くに下丹田はへその下に位置する下部には 生命の海から木を組み上げるために足を踏んで水車を回している、わらべ男と同女のペアの姿を描いている。そのすぐ右隣には、寒水逆流と書かれた叶えがあって、石中に沿った軽落の正しみ役置きが、下から上へ逆流することを意味している。その少し上には、牛を使ってたを耕している。鉄牛教授主金銭と書かれ、何事にも同せずに、 丹田で気を練り育てる象徴として描かれている。その右にある四つの対極図は、ここが丹田であることを象徴している。中部には、同男が渦巻きの上に立ち、北と七星を手にして遊び、その下には、同女が糸車を回して、気を追っている図が描かれている。この二人には、牛を鏡、し食女運転と記されており、七夕伝説の剣吾と食女であることがわかり、 食女に折られた布が上に伸びて、ただし脈を天の銀河になぞらえていることを示している。上部との境には十二重の塔が描かれており、十二、老鬱像秘訣と書かれ、喉が皇天の気を取り入れる入り口を意味している。頭部の二つの丸は両目を表すと同時に太陽と月を象徴している。顔の部分の帯状のものは上側がただし脈、 下側が人脈を表し、人脈は四角い池の端に入っている。この池から木は下の中丹田へと流れ行き、生命の循環を象徴している。その下には両手を上げてんを支えている層が立っている。壁岸古層主卓点と書かれた壁岸の古層とは、全州の海藻とされるダルマ大師である。その上には、おじが腕組みをして座っている。白頭老島輸水池と書かれており、 白髪で眉が地面に垂れている老子が上端伝で結果ふざして深く座望に入っている。このだるまと老子は樹家を含めた三教の融合した思想を表している。その背後には軸を超越した険しい旧峰山がそびえ、真中にのぼりやキラフと泥丸宮がある。一つ部族中倉世界と書か,かれ修練を極めることで、 道と本来の事故が合一した帰り居の境地を表現している。武藤山でも武藤山国本の仙道修練の内教図を伝えている。A.B.U. 朝康尾、木、修行、身体、平川出版社、1986年。ISBN4 から892031216。泥89丸をニルバーナの音訳とする説があるが、その根拠は明確ではない。 丹田を参照、ありがとうございます。